マトラ MS9 は、マトラが製作したフォーミュラワンカー。1968年の F1 世界選手権に投入された。1968年南アフリカグランプリに、ジャッキー・スチュワートのドライブで出場したが、その後はマトラ MS10 にとって変わられた。MS9 は予選を3位で通過したが、決勝はコネクティングロッドのトラブルでリタイアとなった。 フォーミュラ2で成功した後、マトラは自社製 V 型12気筒エンジンを搭載したマシンで、フォーミュラ1への参戦を計画した。しかしながら、マトラのフォーミュラ2チームを運営していたケンティレルは、コスワース DFV を搭載したマシンを製作するよう、マトラを説得した。このコンセプトに従い、F2 マシンのマトラ MS7 が DFV を搭載できるように回収され、 サスペンションコンポーネントは、マトラのグループ6レーシングカーから流用された。m s q は、開発者としての役割にもかかわらず、MS10 の準備が整っていなかったことから1968年、南アフリカグランプリに投入された。マシンは、下塗りコートの淡いグリーンのままであったが、ジャッキー・スチュワートはその性能に満足し、予選は、ジム・クラーク、 グラハムヒルのロータス49に次ぐ3位となった。キャラミの気温は冷却問題を引き起こし、車のノーズコーンは広げられ、空気の流れを改善した。追加のラジエーターも車体後部に取り付けられた。決勝ではスタートでスチュワートはロータスを打ちまかしたが、すぐにクラークに追い抜かれ、その後ヒルにも追い抜かれた。レースの半分を終えた直後、コネクティングロッドが破損し、 エンジン側面を突き抜け、MS9 は、レースとそのキャリアを終えた。一前ポイント MS7 及び、MS10 による。ありがとうございます。